いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2012年モデルマセラティグランカブリオをご紹介させていただきます。まず外装面の状態からですが、フロントバンパーに若干の飛び石と、ボンネットに同じく小さな飛び石がございます。また左リアフェンダーと同じく右のリアフェンダーにそれぞれ小さな傷がございます。それ以外特に目立つ傷はございません。走行距離約2万9000キロと低走行ですし、良好なコンディションを保っております。外装色はブルネットゥーノ、インテリアはベージュレザーの組み合わせとなっております。不動の人気を誇るマセラティのオープンモデルグランカブリオでございます。力強いフロントフェイスに加え、従来の美しいボディラインが加えられることにより迫力のあるデザインを演出しております。またマセラティのオープンモデルということで、より一層官能的なサウンドを楽しみいただけます。ヘッドライトにはキセノンヘッドライトが採用されておりますので、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。エンジンスペックに関しましては 4.7 リッター V8NA エンジンが搭載され、最高出力は450馬力を誇ります。アルミホイルは純正20インチのアルミホイルが装着されております。続きましてリアご紹介させていただきます。マフラーは専用4本出しのマフラーが装備され、マセラティらしい力強いサウンドを楽しみいただけます。合わせてトランクスペースのご紹介です。トランクの開閉は手動で行っていただきます。オープンモデルではございますが、必要十分な容量はしっかりと確保されております。続きましてインテリアご紹介させていただきます。シートはベージュのレザーシートが採用されております。運転席助手席ともに若干の使用感はございますが、大きな傷汚れ等はございません。ではエンジン始動していきます。ステアリングはレザーとウッドのコンビステアリングが採用されており、大型のパドルシフトが備わっておりますので、自由自在に変速をお楽しみいただけます。またクルーズコントロールも装備されておりますので、高速走行時も楽々運転していただけます。ナビゲーションは純正ハードディスクのナビゲーションが装備されており、車内ではテレビの視聴も可能です。またバックギア入れていただきますと、オプションでバックカメラも装備されております。フロント両席シートヒーターが備わっておりますので、冬場でも暖かいドライブを楽しみいただけます。シフトは6速のオートマチックシフトが採用されており、走行モードに関しましてはセンターのスイッチにてスポーツモードを選択することが可能です。ではホロを閉めていきます。非常に動きもスムーズですので、ストレスなく開閉は行っていただけます。ホロを閉じた状態でも十分なスペースを確保しております。合わせて気になる車内の匂いですが、特にお煙草の匂い等はいたしません。では今回は2012年モデルマセラティグランカブリオをご紹介させていただきました。走行距離約2万9000キロと低走行ですし、内外装ともに良好なコンディションを保っております。車検も平成31年の4月まで残っておりますので、ご納車後も安心してお乗りいただけます。美しいプロポーションと官能的なサウンドが魅力的なマセラティグランカブリオでございます。450馬力を発生させるエンジンと6速のオートマチックシフトが組み合わされておりますので、どなたでもお楽しみいただける1台です。さらには純正のハードディスクナビゲーションやシートヒーターをはじめ、快適装備も充実しております。内外装の組み合わせが非常におしゃれな1台でございますので、お探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。